日本大阪府大阪市東住吉区、針中の針中のは、大阪府大阪市東住吉区にある町名。現行行政地名は、針中の1丁目から針中の指定目。東住吉区の東部に位置し、東に中野、西に駒川、南に湯里、北に、西今川と接している。平安時代以来の歴史を持つと伝えられる当地の、著名な中野新旧院にちなみ、 道院を営む中野家が鉄道開通に尽力したことによる。中野新旧院江戸時代の節用軍団などにも当地の名所として紹介されている。駅名は1923年に大阪鉄道が道明寺から天皇寺間の路線を開通させた際、針中野駅が作られた。1980年に中野通、湯里町、東高愛町、 砂子町などの地名が再編された際に、針中野駅の駅名から取って、針中野の地名が誕生した。1980年、大阪市東住吉区中野通り1の2丁目、湯里町1の4丁目、東高愛町1の3丁目の各一部と、砂子町より、針中野1から4丁目成立。2019年9月30日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。 国勢調査による人口の推移、国勢調査による世帯数の推移、私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、小学校、中学校入学時に学校選択制度を導入しており、通学区域以外に東住吉区の小学校、中学校から選択することも可能。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。2020年4月現在、ありがとうございます。